学校法人、ニトベ文化学園は、東京都中野区にある、学校法人。学校法人としての設立は1951年。ニトベ稲造が校長として関わった、女子経済専門学校を起源に持つ。2008年に、学校法人東京文化学園から現名称に変更した。2014年4月現在の理事長は、豊川圭一。 1927年、東京市本郷区元町に女子文化高等学院を設立したことをもって学園の創設としている。初代理事長は、二戸ベイナの弟子である森本孝吉、学院長は孝吉の夫人である森本姓。1928年、女子文化高等学院は女子専門学校に昇格して学校名を女子経済専門学校と改め校長に ニトベイナゾウを迎えた。1931年には、中野区にあった高等女学校の経営を引き継ぎ、女子経済専門学校付属高等女学校を開設。ニトベは1933年に没するまで、女子経済専門学校と付属高等女学校の校長を務めた。女子経済専門学校は1934年に中野区へ移転し、 1944年に東京女子経済専門学校と解消した。第二次世界大戦後の1946年には女子経済専門学校付属幼稚園を開設、学生改革に伴い1947年に女子経済専門学校付属高等女学校は東京共生中学校、高等学校となる。1948年には 東京共戦小学校を開設した。1950年、東京文化短期大学を開設。付属の学校もそれぞれ、東京文化高等学校、東京文化中学校、東京文化小学校、東京文化幼稚園と解消した。1951年、私立学校法交付により、財団法人東京女子経済専門学校を、 学校法人東京文化学園に組織変更。1955年には短大の医学技術研究室を発展させる形で東京文化医学技術学校を開設した。この学校は1976年に東京文化医学技術専門学校に昇格したが2008年に並行している。また、1987年には 専門学校東京文化学園ビジネスアカデミーを設置している。2008年法人名を学校法人、ニトベ文化学園と変更。2010年には東京文化短期大学をニトベ文化短期大学としたのをはじめとして設置学校の名称を改めた。2011年にはニトベ文化アフタースクールを開校している。ありがとうございます。